もうサラリーマンも卒業されてるし、好きなことをもうやってる方だと思うんだけど、うん、そうだね、1、2年のうちにやってみたいなって思ってるような、うん、身近な目標って何かありますか？ルシカ愛知さんがね、ご実家を買って、うんうんうん、今そのコロナ中にぶち抜いて直したんですけど、うん、集会場というか、うん、小規模な交流会をね、はい、まあ、僕ら県がいっぱい出たんですけど、まあ、県内も逆に招いたり、その県内の投資家もまた定期的にね、うん、集まれるような会とかはまずしようかなと思っているんだけど、まあ、僕すごい面倒さねなんで、誰かの自主的に開催するっていう、まあ、僕場所貸しするだけとか、インスタなんちもそうそうそう、ハブさんの感じしてるじゃん。そうそうそう、で、ボールの日がやったり、気軽にもっと使ってくれる人を増やしていきたいですね。5000なり1万円なり置いてってくれれば収益になるし、それで運営費回していけるんで、まあ、そんな感じのシェアリングエコノミーでやっていこうなと。なるほど、グッチー小沢さんがやるのってあそこですか？そう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 、場所的には一般募集もそれにするよって言ってたんですけど、うん、友達にこう LINE グループとかでやるよって言ったら、俺もってなってすぐに30人ぐらいやるって、あい締め切るって言った後に俺も行けないですか、僕も行けないですか、僕も行けないですか、僕も行けないですかって言って、いや普通にセミナーカードとかってやった方がいいんじゃないか。グッチー小沢さん、まあ、あの資料作らせたら、うん、やっぱ仕事できるやつ違うね。いや、なんかすごかった、うん、これを聞いてグッチー小沢さんに頼んでね、2回復会とかあの開催していけばそれはそれでいいんじゃないですかね。ああ、そうですよね。グッチーさんも見るからに仕事できそうな顔してんじゃん。そうね、あいつも数字とかグラフとか大好きで、すげえロジカルなのよ。似てますよね。まあ似てないと思いますけど、まあ俺の上位互換じゃないですか。まあまあ、自分が行くのもいいんだけど、やっぱ招くってすごい効果あると思うんですよ、うん、泊まりとかで来るわけ、うんうんうん、泊まるとさ、そのホテル代、食事代、お土産代、うんうん、でいろんなところにやっぱお金落としててくれるんだよ、ね、うん、だから来てくれるイベントを企画するっていいと思うな、うん、今まあもうどこからでもね、うん、来れるからね、新幹線の人になってしね、でやりたい人って別にあんま距離関係なくさ、うん、行きたいと思ってくるじゃないですか、ね、うんうん、そう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 、旅行がてらじゃないですけど、うん、そうですね、うん、そうだよね、なんかそういう機会があるから行ったことないけど、うん、この映画はいい機会だから行ってみようって言って初めて ね行けるとか、その帰りにちょっと観光地帰ったりとかしたら、うん、まあ、それはそれでいいですよ ね、そうですよね、うん、いろんなところにね、やっぱ名所あるから、不動産投資をやってる投資家さんたち全国にいるんですよ。結構行かれましたよね、セミナーで呼ばれてね、全国の友達ができました。そうですね、まあ、その友達ができたのはすごく素晴らしい経営さんだし、うん、まあ、観光地とかもね、初めて行ってこんな行ったことは知らなかったっていうことがね、赤森さんもあの短期的目標なんかあります？ここ直近でやってみたいこと、やっぱり物件ですかね。2号物件の客付けと融資を引いて、うん、なんかやりたいですよね。おふん様の話を聞いて、うん、DIY に頼らずに融資を引きながら物件をうまく増やしていって拡大していきたいなっていうふうに今は思ってます。5年以内に自分と同じぐらいの月収は取れるようになりたいっていう目標があるってことですね。その辺のそれに近づけるために、はい、バレた状況を考えると戸建てを買い進めていくっていうことが難しいので、うん、借り入れであったりだとか、うん、銀行から評価されるような法人の、まあ、仕組みというか、うん、金融機関さんとお取引をしながら物件を増やしていくっていうやり方を模索していきたいなっていうふうに思ってますね。なるほどね、うん、お金あれば別に融資引く必要ないんですけどね。いやでもね、お金があってもやっぱみんな引くのよ。やっぱりやっぱ現金だけでも限界があるっていうかさ、新金さんと今始めようとしてるんですけど、フン様の白熱教室から法人なんですけれど、高校からの受け皿としての口座を新金さんに作ったんです。新金さん自体からまだ融資をいただいてはいないので、今度は新金さんから融資をいただいて何か物件を購入していきたいなっていうふうに思います。いつも貯めてって貯めてますと、ね、あの証拠をやっぱり持って全然使ってませんよ、使ってないですと、ね、それを持ってアピール材料にですね、できればいいんじゃないでしょうかね、うん、こういうふうなことを最終的にはやりたいんだっていう結構遠い最終形みたいな大きな目標なんかあります？お二人とも実際に行動を起こした結果、こんなにお金が儲かりましたとか、こういう物件買いましたとか言われるとすごい嬉しいんですけど、これ続けていくとですね、うん、まあ、学校の生成効果でどんどん出てくるじゃないですか、うん、そうですね、でそういうのがいいなと思うし、お金の知識がなくて苦しんでる人いっぱいいるんで、うん、自分のことを買ってくれるというか、うん、いいねって言ってくれる人が幸せになってくれたらいいなとは思うんですけどね、金銭的な面ではとりあえず渡りていきたいなとは思っているし、まあ、僕自身もそんなものすごい人じゃないんで、僕も成長しながら、ポールさんみたいに一気に家賃年収6000万もしてないんですよ。僕2500万ぐらいなんで。いやいや、ヒーローだから丸裸にされたじゃん。まだ。実はね、みたいな。でもいいのも、まあ、売り上げ6000万ぐらいいったわけで、でもそういった、まあ、税金で死にそうっていうのが判明したらしいんですけど、まあ、それはいいんですけど、でただ、
まあ年に1回か、ぐらい新築建ててですね、まあ、あいつはまあそこそこやってるぐらいのレベルで、まあ、あんまり規模もね、そんなわーってやっても怖いんで、スピードがあればいろんなそのトラブルも増えるし、一気にいろんな問題も増えてくるんで、まあ、その辺は今すごい幸せな状態なんで、なるほど。でもかといって、全くやめると停滞してくなってもわかるんで、まあ、停滞しないレベルにちょっとやりつつ、セミナー続けてつつ、最後は大統領と。大統領選にして。なるほどね。まあまあね、そういう体も鍛えてね、健康維持して。確かに確かに。まだもしかしたらそういうの見えてないかもしれないけど、そういうなんか漠然と思ってることなんかあります？こんな老後が送られれば最高だなっていうふうに思っていた未来があって、はいはい、こんなローカルグルメがあるぞと、B 級グルメあるぞって言った時に、じゃあ明日それ食いに行ってみようよっていうふうに、いつでも行けてる自分が理想だなって思っていて、お気に入りの車で日本全国ぐらいだったら行って、お友達が地域にいればそういう人と会ったりとか、コースを変えて違うところに会いに行ったりとか、なんかそういう生活ができれば、不動産投資やる前から思ってたんですよ。現実味を帯びてきている感がある。もうできるからね。サラリーマンと同じだけの月収になると有給取ったりとか無茶も聞きやすくなるし、幸せレベル上がりますよ。そうですよね。将来的な目標って言ったらちっちゃすぎるんですけど、すごい素晴らしいことじゃないですか。まずはそこに至ってまだ残った人生があるんであれば、先を見ていきたいなっていうふうに自分は思いますね。自由な時間と自由なお金がないと無理な話ですよね。そう、自由な時間がね。いやだってさ、今言った目標さ、もう家賃月収320万のルイ君も同じだよ。あんなにさ、キャッシュフローアップにさ、時間ないからさ、全国の遊びに行けないって言ってた。行ってましたね。行きたい。そうそうそう。え、そうなったらすぐできるんじゃねえって言われるの。忙しすぎて、できないって。まあ、でも俺の旅先によく現れるから、そんなことだと思ってたんですけどね、みんなやりたいんですよ。楽しいですもんね、気が合う人たちとね。楽しいと思いますよね、会うっていうのがね。今年の話題はやっぱコロナだからさ、アフターコロナの世界ってもしかしたら来ないかもしれない。疫病とかさ、こういうウイルスとかはいつどこでね、出るかわからないし、もう付き合っていかなきゃいけないもんだっていうのが、もしかしたら今後の常識になるかもしれないんだけど、もしあるとしたらアフターコロナ、ウィズコロナの世界ってどうなるんでしょうかね。もしくは私たちどうしていけばいいですかね。どうなんですか。すごい難しい話で申し訳ないね。自分の希望的観測をぜひお願いします。僕はトラウマを負ったことは間違いないんで、そのすぐに同じ状態をね、腹水防止開発状態に流れ戻らないんですけれども、まあ良かったなと思うのは、多分僕はリーマンショックの時にすごい暇だったんです。計算休止とかあって、家賃収入が10万とか15万とかあったんですね。で、給料が、まあ、手取り20万だったところが例えば 10万円切る人になる、その去年の年収高かったから10万になるって言った時に、みんな「火やべえやべえ」って言ってたんですけど、プラスアルファこの家賃収入があって、すごい幸せだったんです。あ、そうだね。だから物は安いし時間はあるし、幸せだなって。本当だよ。でその後忙しくなってきて、給料上がってたんだけど、そんな幸せ上がらず、別に暇の方がいいな俺っていうふうな感じで、今回のコロナで気づいた人いっぱいいるんで、だから働きすぎとった人は実はアクセス働かなくても生きていけるんだってこと気づいた人は、僕みたいに仕事の量を抑えてですね、投資からの収益でやるっていう人も増えるだろうし、もうコロナの前には戻らないですよね。そうだね。同じ世界戻ってこない。逆張りしておきましょう。今から不況がなっても大変な大恐慌が来るっていうのは一般的なんですけど、じゃあ大もう大爆発、大爆発。セミナー会場の中で僕はもうバブルですよ。コロナよし、コロナよし、補助金補助金補助金で、みんなどんだけ2年間で金利ゼロだから、普通数期間って金利の利払いで発生するんですよ。普通はそうよね。でもゼロだから2年間まで全く支払いがないわけですよ。だってお金の総量増えてるから、そんな不動産価格も下がらないし、もしかしたらね、上っ張りする可能性があるということをド派手でするけどって言いますよ。ゼロではないよ。ゼロではないっていう予想が本当正直から出たところで、マスコミの報道次第かなって思うんですよね。そこまで踊らされるかな。あ、でも影響大きいよね。感染者が例えば50人ですっていう言い方一つにとっても、3週間の中では過去最大ですっていう、こういう書き味で収めるか、こういう中でもなんとか50人にとどまってますっていうふうな言い方でマスコミが言うかによっても、伝わり方とか印象って全然違うと思うので、マスコミの煽り方とかトーンが変わって
行くんじゃないのかなって思ったりはしちゃうんですよ。あ、なるほどね。じゃあ自分はどうしたいですか？ブーグ詰めるよ。ブーグ詰めるよ。圧迫面接だよ。君の位置、君の位置はどうなんだよ。いや、どう思ってるか正直言いなさい。鋭い。世の中やっぱり今までのようにはならないんですけど、ああ必死に多分抵抗するんだろうなと思って。ああ、だからコロナの影響でズームセミナーとかって増えたと思うんですけど、うん、実際にやってみるとリアルなセミナーって楽しいな。いや楽しいよ。そこでしかさ、うん、言われない話とかがあるの、うん、オンラインじゃないから喋れることってあるんですよ。あるんで、その価値を改めて感じたので、うん、リアルに会うことに対しての価値っていうのはより高まっていくであろうっていうふうには、うん感じてはいるんですよね。不動産がどうなるのかとかっていうのは正直私は、マクロはどうでもいいんだよ。自分の友達とか、それがどうなるかってやっぱ大事だから。いろんなコミュニケーションの仕方は増えてはいくも一方で、やっぱり直接こういうふうに会って話をするっていうことに対する価値は高まってはいくっていうのは確信してますね。衛生商品、建物とかにも空気清浄機を例えば賃貸とかでも据え置いたりとかすると、うん、入居者決まったりとか。気にしすぎとかさ、そうなんです。よくないじゃん。さっきのマスコミの話じゃないけど、あまりにも影響を受けすぎるとか気にしすぎるのはよくないね。そうだね。ビビる人だとビビってますからね。そうなんですよね。必要以上に。ではないけどね。ビビんない方がいいと思いますよね。うん、まあそうですね。いやもう面白いね。なんかすごく論理的、真面目でかっちりしてて、ちょっとちゃんと段取り組むのが上手っていうお二人のね、組み合わせで今回話に上がって、たまたまね、中森さんが、はい、お声掛けくださって、多分ちょっとこの企画が偶然的に発生したんですよ。やるのは知ってたんだけど、あ頑張ってください的に思ってたところ、お声掛けくださってね、私もう大急ぎでスケジュール調整して飛んでって、はい、今日もねお誘いしたら、足の軽いお二人だから飛んできてくださってね、うん、実現したんですけど、すごいいい機会だったと思います。はい、本当にありがたい話ですね。またお二人とも今後ともぜひくれぐれも末永く権利屋をよろしくお願いします。はい、もちろんでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあまたシリーズどんどん撮っていきたいと思いますので、じゃあさよなら。さよなら。